ポケットモンスタースカーレットバイオレットやっていきましょう。滝湯です。ということで今回はこちらヤドキング使っていきたいと思います。今回このヤドキングに防御を上げる鉄壁という技と特防特攻を上げる瞑想という技両方積み込んでおります。どんなポケモンが来ようと止めてやろうという作戦でございます。それではやっていきましょう。ヒロビアンカさん対戦よろしくお願いいたします。今回このヤドキングをね積み技としてねめちゃくちゃ積んでいくポケモンとして使っていくために、まず9コン用意しております。9コンでねオーロラベールを貼ることでかなりね積みを安定させようっていう話なんですが、初手オーガポンは話が変わってくる。ちょっとねオーガポン初手ツタコンボで9コン飛んだりするんだよな。さあおっと、しかし相手結構あれですね、最速じゃないっぽいですね。耐久寄りのオーガポンだったんで、まあとりあえずオーロラベールが積めたのが結構大きい。さあ効果抜群のガンプ打ってこられるんですが、まあここは吹雪でいきますか。おっとここ相手ガンプ連打、オッケーオッケーオッケー、ガンプ連打なら問題ないぞ。さあ素早さが下がっていって、おいしょ、吹雪が 1,2,3、 おお氷を引いていった強すぎる。さあヤドキングこの間にじゃあ引いちゃいましょう。もはやこれ相手にちょっと申し訳ないんですけれどもさあ、なんでオーガポンを炎なのに凍るんだろうな。まあまあまあ、オーガポンはあれか、仮面つけてるだけだから凍るか。さあ、相手テラスタル切ってきた。ここ氷状態でテラス切ってくるのはなかなか強気ですね。さあ、炎になっていきまして。はい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 。いや、怖いよ。これ何してくる？さあ、面影宿しで攻撃上がってって。さあ、空の相手は、凍って動きない。オッケー。いいですね。じゃあこの凍ってる間に鉄壁積んでいきますか。さあ相手は凍ってしまって動き、いやちょっとこれ、いや相手に申し訳ないなめちゃくちゃ申し訳ない。相手が凍ってる間にガンガン積ませていただくんですけれども、さあいや本当に申し訳ない。何これ、大丈夫？さあ鉄壁積んでいって、でここで相手がねこれ鉄壁ガンガン積んじゃってるんで、相手が引いてくることも考慮しないといけないんで、まあ、鉄壁6段階積むよりはね瞑想ここで積んでおきましょういやどうしよう、なんかここまでやっちゃうとなんか悪いことした気になって、この対戦動画化しにくくなるんだけど、いいよねまあ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 、とりあえず1戦目は完全に積み切ったヤドキング見せたいんでガンガン積んでいきますそらそうだわ申し訳ないです。対戦ありがとうございました。はい、先ほどはね結構運ゲーかましたんですけれども、2戦目気を取り直してねやっていこうかなと思います。ポテコさん対戦よろしくお願いいたします。2戦目やってまいりましょう。ということで1戦目なんかめちゃくちゃ運ゲーみたいな感じだったんですけれども、相手初手がチグマから入ってきましたね。まあとりあえず9コンでオーロラベール貼るところからやっていきますか。よっこいしょ。さあオーロラベールを貼っていきまして、これでね、相手の攻撃が半分になりますと、これ強いよね結局。さあそして相手大地の力めちゃくちゃ硬いまあここは吹雪でいいでしょう。さあおっと、ここ相手ガッチグマ引っ込めてきましたね。これは無理だと判断して相手引っ込めてきて出てきたのがイーユイ。イーユイ火力高いからね、まあ結構怖いとこではあるんですが、さあ吹雪当てていって、まあけどとりあえずムンフォが弱点だから、本当に言ってるえ、これ連戦なんですよね本当に言ってる、どうした、え、なんか、日頃の行い良すぎたかなえ、何それ、さすがに解けるよね、びっくりした。さあ火炎放射打ってきて、まあ火炎放射はしっかりと耐えていって、でここでそうですね、ヤドキングなんですけれども、相手のねアクハが弱点なんで、まあけどイーユイって結構こだわってる可能性もあるから、まあ一旦様子見でテラスタル切らずに瞑想打ちますか。おお、相手イーユイ引っ込めてきた。よかったよかった、テラスタル切らなくてよかった。そして相手出てきたのがカイリュウ。いやこれもねカイリュウね、アンコール型だったらかなりめんどくさいことにはなるんだけれども、まあ普通の方だっ
ったら鉄壁で大丈夫かなっていう感じではありますね。さあ回復していって、で弱点はおそらく疲れないはず、うん、というわけで鉄壁打ってきます。さあ、おっと、これは相手ハチマキ激凛パターンか。さあかなりいいですね。これはね、激凛打ってくるんだったら今回こちらの宿キングのフェアリーテラスがかなり刺さりますね。めちゃくちゃ刺さるんだけども、いいのこんなに刺さってっていうぐらい刺さるんですけれども、テラスタルで鉄壁打っていきましょう。さあテラスタル、いや強っ。めっちゃ強いね。で今回このヤドキングなんですけれども、皆さんヤドランとの違いご存知でしょうか。ヤドランとヤドキングって実は合計が一緒で、特防と防御のね数値が逆転してるんですが、まあなんでね、努力値配分次第でお好きにね、好きな方のポケモンを使えばいいのかなと思います。さあかなりめちゃくちゃ調子いいな。さあ鉄壁積んでいって、これもう無双でしょ。これはさすがに勝った。さあ食べ残しで回復していって、まあここはね続いてね、そうだな、瞑想かな。さあ相手海流引っ込めてきて、もう全然いいよ、いいよ、いいでもガチグマでもどんと来いって感じですね。さあガチグマ登場。さてとこちら瞑想がありますんでね、まあしっかりと特防をた、高くね上げていきましょう。めちゃくちゃ強い。オッケー。そして残飯で回復していって、で、ここ一旦回復入れてもいいけど、瞑想でいい気がするんだよな。瞑想打っていきます。さあ、おー、あくびか。なるほど。いいよ、いいよ。全然。さあ、眠気誘ってくるんですが、これはね、正直、引く理由ないんですよね。めちゃくちゃ積みすぎてるんで、これ、引かずに普通にね、瞑想で突っ張った方が絶対強いから、まあ、このマナーはね、突っ張っていこうかなと思います。さあ、味方のオーロラベールがなくなったんがちょっと痛いですが、今どの状態？お、めっちゃ積んでる。まあ、ここは、そうだな、生キルしてもいいが、いや、生キルにしとくか、一応。さあ、おっと、これ、ガチグマ引っ込めてきたんだ。オッケー。引っ込めてきて、出てきたのが、イーユイ。イーユイか。どうだろう。イーユイってさ、けどさ、フェアリータイプに毒技とか鋼技とか絶対ないから、まあ大丈夫かな。さてと、ヤドキングおやすみなさい。もう寝てるてもね、全然耐えてくれるから、よろしいです。さあ、それじゃあ、瞑想打っていきます。おっと、相手カタストロフィー。いや、カタストロフィーが結局強いよね。半分削れるからね、これね。確かに強い。それは強いわ。さあ、ぐーぐー眠っている。まあでもこれはね、とりあえず回復しといたらいいんで、まあ気にせずにいて、まあここは生キル選択していきますか。さあ相手カタストロフィー、まあカタストロフィーけどね、命中が90なんで、カタストロフィー外れた時が一番ね、でかいですよね。さあもうすでに回復、起きまして。強すぎる。オッケー。カタストロフィーちょっと厄介だな。厄介だからもうさっさと熱湯で、いいよいい、片付けますか。相手カタストロフィーでめちゃくちゃ削ってくるが、オッケーいいでしょう。まあさすがにね、このダメージ次出ないと思うから、オッケー回復、しっかりと抜群ついていって、で今回このヤドキングなんですけれども、特性がね、鈍感を採用しております。ヤドキングっていうとね、戻した時に HP 3分の1回復する再生力っていうのがかなりね、有名なんですけれども、鈍感という特性はですね、相手の威嚇とかメロメロ、そして特に挑発ですね。挑発を無効にできるということで、めちゃくちゃ強いんですよね。あ、そしたら怠けていきましょう。さあ、子さんが選ばれましたということで、もう完全にね、無双状態のヤドキングで3体とも止めたということで、ポテコ3体1000ありがとうございました。はい、ということで今回はこちらヤドキング使っていきますが、いや強かったね。ヤドキングでね、両方止めれるし、でキューコンとセットで使うことで積み技が安定するっていうのと、あと相手のね、こだわりトリック系のポケモンがキューコンに対してトリック打ってくるんで、ヤドキングが縛られることがなかなか少ないっていうのをね、使ってて思いましたね。であと鈍感で挑発無効っていうのがでかくて、アンコールだけはちょっと痛いなーっていうのを感じましたが、まあ結構ね強いと思うんで、皆さんぜひともね使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。